テント大好きテントバカ尾上雄和郎です。今回は、おすすめカンガルーテントをですね5つ紹介したいと思います。すべてですねワンタッチテントですのですごく設営が楽です。それでは設営していきましょう。はい、設営完了しました。まずですねこちらからフィールドアのワンタッチテント100ですね。こちらですねもともとテントとして売られてて、フライシートもついてます。単品で、こちら、売ってますのでカンガルーテントとして購入は可能ですね。で特徴はやっぱりですねソロに特化した大きさ、もう1人がちょうど寝られるサイズで、出入り口は1箇所のみですね。でなんとフルクローズもできますので、この点も嬉しい点です。天井にランタン服もありますし小物入れも2箇所あります。でこちらにですねベンチレターがあるので、空気の取り入れも可能というですね。でこちら側のみメッシュが、作れます。ドアはですね横にポケットがありますのでここに入れるだけ、これもですねすごくですね時短になって簡単です ね。実際ちょっと横になってみますね。まさに1人がちょうど寝られるサイズですね。で中であぐらをかいても頭は当たりませんし、小型のですねシェルターになるテントとか、例えば、ワンタッチスクリーンタープで一人で、使用する場合にこちらを入れて寝る、そういう使い方が可能ですね。じゃあ寸法も測っておきます。こちらの長さが、約200センチで幅が90、高さが一番高いところで99センチですね。ちなみに、コットはですね長いやつはちょっと厳しいです。はい、次は DOD の、カンガルーテントです。こちらもですね、開けてみると出入り口が1箇所しかないですね。この点残念かなと思います。2人寝られるのに出入り口が1つしかないのはですね。で残りはですね全て、メッシュにできますんでかなり通気性はいいですね。出入り口はフルクローズ、フルオープン、フルメッシュになります。でランタン服もありますし、小物入れもですね2箇所ついてますね。こちらとこっちですね。このカンガルーテントの特徴は、こちらがですねフル、コットン、コットン生地になります。ですのでかなりですね遮光性、遮熱性があるというですね、その点は嬉しいです。夏場ですねカンガルーテントとして使うときも便利ですね。はい、フルメッシュにしてみました。こうするとですねかなり風通しが良くなるんで、夏場なんかもですね涼しく過ごせます。でこちらのですねオートキャンプ場の時なんかですね使える、電源コード挿入口もありますね。でフットプリントもですね、ついてきますので、バックルで固定できますので、グランドシートですね、いわゆるグランドシートをつけたまま畳めるし、つけたまま、設営できるというですね、時短にもなります。
で別売りでフライシートもありますので通常のテントとしても使用可能です。ちょっと横になってみます。広いですね。広々としてます。で座ってももちろん頭は当たります。で実際の長さはですね、200センチの130、高さが114ってところですね。130センチなんで、まあ、ギリギリ、ね、大人2人が寝られる。こちらのテントですね、例えば日差しがこちらから出ている場合はこちら側を閉めます。こちら側を閉めればすごくですね遮光性が、コットンなので高いですし、風を作りながらこちらの、メッシュから風を取り込むというですね、そういう使い方ができるのですごくですねいいですね。なので遮光性が低い例えばスクリーンタープとか、シェルターとかでも、こちらなら快適に使用できるというですね素晴らしいですねカンガルーテントです。中で座っても全然ですね正座しても頭が当たらないぐらい広いですね。で涼しい。はい、次はゴーグランピングのワンタッチテントです。こちらですね、2人用になります。そして出入り口は2箇所あります。ですので、2人で使用して、向こうからもこっちからも出入りできるというですね優れものです。そして、ランタン服がありますね。小物入れも1箇所2箇所あります。この点も嬉しいですね。でこちらのドアは、前後ともフルクローズ、フルオープン、フルメッシュ可能ですね。そしてこの上の部分はですね閉じることはできません。その代わりトップシートがついてます。このようにトップシートが、取り付け可能ですね。こちらのドアはタッセルとかついてません。奥がポケットになってますので折りたたんで奥に入れ込むような感じになりますね。メッシュにすると通気性がかなり良くなります。横のタッセル2箇所は、長めに作られているのですごく取り付けしやすいですね。はい、それでは横になってみます。広いですね。すごく広い。長さをちょっと測ってみましょう。210センチの、125ってとこですね。高さが130センチ。まあ、今まで紹介したテントで、幅が、長さがありますね。そして高さも一番あります。これだったらですね、ゆったりできます。大人2人でもですね、まあ、幅が125ぐらいなのでやはりちょっと体格がいい大人2人だと窮屈かなって感じがします。ただ、ご夫婦とかカップルなら、いけそうですね。ただ遮光性が低いので、同じく遮光性が低いシェルターとかですね、ワンタッチスクリーンタープと併用するとちょっと暑いかもしれないですね。その点注意です。はい、次はですねケシュアの、2セコンドイージーフレッシュ&ブラックです。これ2人用ですね。紐を引くだけ、すごく簡単です。向こうとこっちとですね。で出入り口は2箇所あります。一応フライシートもついてますけどね、まあ、フライシートも含めて、まあ、フレッシュ&ブラックです。すごくですね遮光性が高い。中真っ暗ですね。小物入れ 1,2、3箇所で上にですね、ランタン服とロープがついてます。遮光性が高いのですごく涼しいです。中に入ると、タッセルとかついてません。ただですね、紐があってそこに入れ込むだけですね。はい、実際ちょっと横になってみます。すごく広いですね。まあ、実際の幅もちょっと測っておきましょう。すごくひんやりします。中はですね、
大体200センチかな、200の、125ってとこですね。高さが、120。すごくですね、遮光性が高いですので、まあ、遮光性が低いですね、シェルターとか、ワンタッチスクリーンタープの中にですね、入れても全く、問題ないですね。で、コットも入れやすいです。もう遮光性重視の方にはですね、結構おすすめの、テントになります。で、今年ですね、3人用が出ましたので、さらに広いですね、背の高いものがあります。もし遮光性が高く、3人寝られるカンガルーテントが欲しいって方はですね、そちらの方が結構おすすめですので、参考にしてみてください。最後におすすめするのがこちらですね。こちらはですね、テントとして販売されてて、そのインナー部分になります。これもワンタッチですね。ぐるっと回ります。結構大型。まあ、どのような、ものにおすすめなのかというと、大型のですね、シェルターの中に入れたりとかですね、すると良いです。はい、開けてみます。開けると、これ広々としてますね。まあ、例えばですね、親子、ファミリーで、シェルターの中に張って寝たいとか、そういう方にとってはおすすめですね。キャッセルとかはなくて、ドアはですね、全部入れ込みます。中に。横に入れ込む感じですね。そうですね。なんでドアはフルクローズ、フルオープン、フルメス。入れ込むだけっていうことですね。で、メッシュにするとですね、すごく、メッシュ自体も大きいですので、その点も嬉しいです。感じですね。中で立てますからね。ですので着替えとかもできます。ただ天井だけはですね、メッシュですので、この点注意です。で、ランタンフックで、小物入れが2箇所ついています。これはですね、かなり、大型シェルターで、まあ、家族で使いたい、大きめのカンガルーテントが欲しいって方にはおすすめですね。すごく全部閉めたとしても天井部分は開いてますので、結露することもありません。ただ遮光性が低いので、ある程度ですね、遮光性が高い、まあ、TC の大型シェルターとか、まあ、そういうものに使った方がいいかもしれないですね。横になっても広いです。で、実際の長さもですね、測ってみたいと思います。230高さが、185センチ。これですね、結構おすすめですね。はい、いかがだったでしょうか。使いたいテントの、まあ、大きさにですね、合わせてカンガルーテントを使ってみるといいと思います。まあ、遮光性があったり、なかったり、あとは出入り口が1箇所だったり2箇所だったり、まあ、そこら辺をですね、しっかり考えて、使うシェルターに合うカンガルーテントをですね、ぜひともこの中から、こちらの動画を参考にして購入されてください。
またですね、収納サイズ、重量を書いておきます。どれもですね、収納しやすいです。そんなにきつくはないですね。よかったら参考にしてみてください。一応ですね、購入できる URL は概要欄に貼っておきますので、もしですね、気になっていらっしゃる方のテントがですね、そちらから購入されてください。それではテントのご質問をお待ちしてますので、気軽にご相談ください。このテントアドバイザーが趣味になってお答えいたします。各種ですね、 SNS もやってます。ご心大歓迎です。オンラインサロンもやってます。よかったらですね、遊びに来てください。それではご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。キャンプ行こう、テント積んでキャンプ行こう。